どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、田沼浮津が失脚してしまう原因の一つというのがこちらということで、天命の飢饉ということになります。つまり、食べ物がないですよ、飲み物がないですよみたいな感じで食料不足が発生してしまいますよということになるんですね。まあ、当然天候の不良とか不作が原因なんですけれども、まあ、要するに田沼浮津がですね、まあ、賄賂政治という名前が高かったんで、政治をやっている人間に徳がないから飢饉が発生するんだというふうな感じで、まあ、レッテルを貼られて、まあ、失脚の原因の一つになってしまうということなんですね。はい。まあ、私がね、なぜ善人に思われたくないのか、なんか分かってきた気がしますけどね。はい。まあ、こんなもんですね、世の中っていうのはね。はい。努力して、みんなのために働いた結果、まあ、要するに悪人のレッテルを貼られるということですね。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。